皆さんこんにちは。テレビアニメ殺し合いエウリペデス・リッツライン役社長ですね。そうです、堀内健雄です。はい、そして事務役の天崎浩平です。本日はですね、健雄さんと私、天崎で、こんな対決企画に挑戦してみたいと思います。はい、題して教えてよ名前クイズ。イエーイ、イエーイ。はい、こちらルールは簡単でございます。今から出題される見たことはあるのに分かりそうで分からないものの名前を当てるというゲームでございます。はい、こちら3問勝負で正解数が多かった方、もしくは素敵な名前を付けられた方、まあ、こうネーミングセンス次第ですね、芸術点みたいなものでございます。それをその方を勝利といたしたいと思います。それではじゃあもう早速いって大丈夫ですか。これ僕がやるということですか。ね、あ、そうです。僕とケンさんで勝負です。あれ年齢差がありすぎて、俺わかんねみたいなのないんですか。あ、いやいや、でも逆にケンユさんしかわからないものもあるかもしれませんから。キャリアと実績ありますからね、私。そうですよ、はい、社長、もう名実ともに社長様でございますから。お願いします。なんかもらえるんですか。あ、何かもらう、どうなんですかね、何か。名誉がもらえます。いいじゃないですか。早くしてよ。はい、わかりました。じゃあ早速、1問目からいきたいと思います。はい、じゃあ1問目、お願いします。はい、あ、これ、俺知ってたんだけど。はい、ご存知ですか。知ってたんだけど、はい、忘れてきた。忘れてきた。忘れちゃったよ。これは僕いけるんじゃないか。あ、これなんだっけ。よし、いいぞ。何回も聞いてるんだよ。これ絶対自信あるじゃん、あんた。あります、僕は。思い出した方がいいですよ、ケンさんは。いや、いいですよ。いけますか。あ、じゃあ、いきましょう。じゃあ、我々の答えはこちらです。ドン。しのぎ。しのぎしのぎ、バラバラに分かれてるものを囲い。囲い、あー、ちょっとこう、しのぎがだいぶこう強めの言葉ですけどね、もう。あれですよね、だからもう入らないようにしのぐっていう。あー、なるほど。あー、なるほど。これ合ってますか、これ。バラン、バラン合ってるんじゃないですか。じゃあこれ正解見てみましょうか。はい、じゃあ正解こちらです。ででん、バラン正解。ありがとうございます。しのぎはなかったか。しのぎじゃないです。そして囲い、あの、ケイさん2つ書いちゃダメですよ。2つ書くとこれ、あの、減点ですか。減点対象になります。次から一つで。はい、わかりました。お願いします。厳しいですね。やっぱ勝負ですから。勝負、勝負。もう1点リードされちゃってるじゃないですか。そうなんですよ。やばいな。じゃあ2問目いきましょう。2問目はこちら。これ、あ、無理無理無理。時計のこの部分、これもしかしたら芸術点を狙いに行った方がいいんじゃないの。いいかもしれませんね。はい、できました。それではいきます。せーの、ドン。ケンユさんがリューズ。リューズ。僕はお耳です。ここね、あの、顔と捉えまして、リューズは分かるんですけど、これ何ですか。薬用、薬用石鹸。いや、これはミューズの話されてますよ。ちょっと似てるな。なるほど、五感が似てる。じゃあ、あの、答えとしてはリューズで、ね、リューズ、ね、あ、分かりました、分かりました。じゃあ正解こちらです。わー、リューズ。なんで、ほら、絶対当たってるはずだねみたいなリアクションやめて。いやいや、まさかの正解。まさかの、ひどい。いや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 、うわ、これ、ご存知だったんですか。当たり前じゃん。うわー、そっか。さっきのバラになってわざと一生いっぱいにしてあげてんだよ。そうなんですか。歩く白色って言われてんだよ、俺。うわー、それはやばい。じゃあ3問目。3問目。1対1なんで、じゃあ最初問題。勝負をかけるところだね。そうですね。はい、じゃあ3問目、こちらです。はん、すごい無言、本気ですね、これ。最終問題なんで、これで勝敗決まっちゃうんで、ちょっと本気で考えてます。こうであってほしいみたいな。できた。あ、本当ですか。ちょっとじゃあ、こうであってほしいにします、僕は。はい、書きました。4文字。大丈夫ですか。ダメだと思うんだけど。じゃあもう、正解いきましょうか。はい、せーの、ドン。金式121。何ですか。121まで含めてですか。はい。あれ121円だからってことですか。違う違う違う、121円じゃない時もありますけど、お釣りの数書いちゃってますよ。そうです。でもこれ絶対違うでしょ、これ。だいや、でもこれ真心って、やっぱりそのやっぱなんていうんですかね、そのお金をお返しするときに店員さんのそのなんか本当は手渡しで渡したいけども、心ばかりのそのなんか丁寧さ、下に手を置いてるようなイメージで、真心がこもってるから、真心っていう呼び名じゃないかなっていうふうに、和名ですよね、いわゆる。
キャッシュトレーだとちょっとね、ちょっと寂しいですか、真心っていうことは。じゃあ俺はありがとう入れ、ありがとう入れだと思う。ありがとう入れ、トイレ。あ、なるほど。え、どっちがいいですか、あの、どっちにしますか。こっちですね。こっちにするんですね。羽根式121はちょっとね。そうですね。じゃあちょっとありがとう入れと真心という回答でございます。じゃあ正解、金式金入れ、正解はこちら、カルトン。カルトン、これは分かりませんよ。というわけでですね、はい、本日の勝者はこれは引き分けという形ですかね、はい、引き分けでございます。こちらテレビアニメ殺し合いは毎週水曜日絶賛放送中です。徐々に解き明かされていく衝撃の真実、そして殺し屋たちが織りなすサスペンスをぜひお楽しみください。ありがとうございました。どうも、どうも。カルトン、カルトン、わかんないですね。ありがとうございます、いただきました。ありがとうございました。カネ式121おもろかった。足してる、足してる。そうですよね。ちょっとなんか戦闘機の名前ですか。かっこよさありますよ。嬉しいやね。ちょっとかっこいい。バッチリ当たってました。いきます。あ、全部外れてる。勝手に高揚してる。やばいやばいやばい、すげえ楽しい。目がギンギン。すごい楽しい。